島津長丸島津長丸昭和2年2月1日は、明治から大正にかけての家族。島津市一門、宮野城家16代当主、島津久治の長男、貴族院議員を務めた。明治4年、宮野城家、第15代当主、島津久治の長男として誕生した。生後感もない明治5年1月に父を失う。明治29年、鹿児島一平の馬場町に、 私立鶴瓶女学校を創立した。明治30年10月に男爵を授けられた。部徳会鹿児島支部副長、鹿児島電気機動監査役、都市計画鹿児島地方委員会委員などを歴任。また、貴族院男爵議員を1901年9月から1904年7月まで務め、さらに1916年5月に再び選出され死去するまで在任した。妻は、 九字の弟、島津渦彦の娘春で、島津久光、千桃子を祖父母にもついとここん。春は昭和に入って、宮内省に出資し、皇后救助官庁を務めた。平成新宿級家族家計体制によれば一男五女。家督は、長男の島津忠丸が継いだ。長女の広子は、三井子を治むに、次女の康子は二女を、後期公爵にそれぞれ課している。 他に1902年生まれの娘、住子があり、谷正幸に嫁ぐ、ありがとうございます。